はい、どうも拓翔です。今回はですね、こちらのラケットですね、フォルテシーベンとバサルテックインナー、この2本のラケットについて、以前動画に出したんですけど、使ってみてね、半年ぐらいですかね、半年も使ってないか、使ってみた感想をね、皆さんに報告したいと思います。なんていうの、打球感としてはそんなに変わらないかなっていう、個人的には、バサルテックインナーの方が若干固めというか弾むかなっていう印象はありますけど、どちらもそんなにハードな感じではなくて、使いやすいラケットです。ちなみに今このフォルテシーベンの方にはですね、ファスターク C1 とレナノスブライトソフトが貼ってあります。どちらも秋です。でも結構この組み合わせ好き で特にプラスチックボールに変わってからはこのファスターク C1 が結構いい感じだなって思ってて、特にね、なんか打球感もボールが硬くて、なんて言うんだろう、こう刺さるっていうかね、結構衝撃が以前よりもあるからなのか、すごくフィーリングがね、打球フィーリングっていう感覚がこういいなって、はい、結構好きなラバーになってます。で、レナノスブライトソフトに関しては結構柔らかいんで、打球感がそのしっかりしてるっていうほどではないんですけど、結構ソフトなタッチのラバーが好きなんで、今このフォルテシーベンにはこの2枚を合わせてます。はい、バサルテックインナーにはファスターク G1 と P1 ですね、はい、の両面とも圧が貼ってあります。で、この2本に共通して言えるのは、この付け根の部分っていうんですかね、この辺りが細いんですよね、非常に。で、一応これフレアなんですけど、アナトミックな感じの印象がありますね、フレアっていうよりも、はい。で、多分これは深く持って使う人もいるでしょうし、浅く少し浅めに持って使う選手もいると思うんですけど、僕はどちらかというと浅く持って使いたいかなっていう、はい、そういう、タイプです。僕としてはこのラケットに関しては、ラバーを厚くして重くしていくと、結構ヘッドが重くなりすぎちゃって、僕としてはちょっと難しいかなっていう印象もありましたが、やっぱりこう重いのが好きだとかね、そういうヘッドが、ね、トップヘビーなラケットが好きな人には逆に持ってこいのラケットだなっていうふうに思います。はい、それはもう好みなんで、どっちがいい悪いじゃなくてね、好みだと思います。ちょっとね、普通の一般的に売られてるラケットとはね、グリップが違うので、すごく好きな人もいるだろうし、それはね、いろんな好みがあるので、はい、僕は嫌いじゃないですね、結構好きなタイプです。はい、というわけで、ね、バサルテックインナーとフォルテシーベン、ね、この2本のラケットは、これからも、ね、僕は愛用していきたいと思います。